カープ、カープ、カープ、広島、広島、カープ、空を泳げと、天もまた胸を開く、今日のこの時を、確かに戦い、遥かに高く、遥かに高く、栄光の旗を立てよう。カープ、カープ、カープ、広島、広島、カープ。勝ちに行くのが、選ばれた者の定め。いいと一だが、勝負のすべて、闘志を尽くし、闘志を尽くし、今ここで花と叫よう。カープ、カープ、カープ、広島、広島、カープ。北へ抜かれた精鋭の技と力、その意気愛して見守る我らの明日へ続く、明日へ続く、霧のない夢であれよ。カープ、カープ、カープ、広島、広島、カープ。晴れの暁、馬酒を酌み交わそう。栄冠手にする。その日は近いぞ。優勝をかけて、優勝をかけて、たくましく強く踊れ。カープ、カープ、カープ、広島、広島、カープ。All that stress. Now a variety program. いやー、ありがとうございます。広島カープ優勝おめでとうございます。どうありがとうな、みんな。お前ら二人とも気持ちよく歌ってましたけども、いやいや、それ受けカープ4番まで歌わせてくれる番組ないからね。4番まであったんですね。ありがとう、ありがとう。本当にこんな嬉しいことはないね。自分のラジオやっててよかったと思います。なるほどね。気持ちよさそうに歌ってましたけども、本当に嬉しいね。カープ男子のお二人もね、今年からカープ男子ということで、嬉しいね。25年ぶりだったよ。まあでも、まあそうですね、待ちに待ったですからね。四半世紀ですよ。嬉しい。高校2年生の時でしたかね、最後の優勝がね。嬉しいね。いやー嬉しい。あと25年経ったらもう俺だって77だぞ。もう生きてないぞ多分。いや、生きてるかわかんないですけど。あ、いやー嬉しい。相当待ちに待った優勝という感じ。っていうことはもう、だってどんだけ長かってたら、もうあと25年経ったら俺75だぜ。そうですよ。あ、じゃあ67か。67だ。だからそれぐらい待ったんですよ。いやーこれ嬉しいね。いや、歌い終わった後のあの息がすごい、その幸せそうな息が出てましたね。さらいじゃこんなに緊張してるんだろうね。だから思いがやっぱこもってんのが、番組始まる5秒前に緊張すんなって言ってましたね。緊張したね。おっしゃってましたよ。いや、もう歌詞用意してもらったんだけどね、一応もう唾だらけですよ。結構頭冒頭しか聞いたことないっていう人多いと思うんですけど、僕もそうなんですけど、めちゃくちゃいい歌詞ですね。めちゃめちゃいいんですよ。カープですから。空を泳げと天もまた胸を開く、今日のこの時を確かに戦い、遥かに高く、遥かに高く、栄光の旗を立てよ。勝ちに行くのが
選ばれた者の定め、一投一打が勝負のすべて、投資を尽くし、投資を尽くし、うん、今ここで花と酒を。いいです調べます我々で。これだって有吉さんの歌でも体の奥から力がみなぎってくるようなね。そうでしょう。メロディーラインもすごくいいですよね。やっぱこう元気になるね、うん、こう勇気嬉しいね。今日はちょっとキングオブコント決勝の話とかいっぱいしたいんですけど、こっちのカープの話だけでも1本でもいけますけどね。そうですよね、3本経っちゃってますからね。ねえ、ほんとキングオブコント優勝者と25年ぶりセリーグ覇者、どっちが価値があるかって言ったらね、いやちょっと重みがね、重みが違います、全然違いますよね。いやー、じゃあちょっと今日もね、じゃあ行きましょうか、はい、有吉弘行のサンデーナイトカープ25年ぶりにお会いしましたね今日最後までお知らせくださいステイナイトドリーマーLive on air. Day, night, dreamer. Live on air. Sunday night, dreamer.さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトカップ。今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子とトップレーダーの新妻でございます。はい、生放送メッセージ募集いたします。広島カープ25年ぶりにリーグ優勝ということで、テーマこちら、広島と私。いやー、結構絞られますねすごい、もう完全広島カープ、ついついちょっと広島と私なんていうと、ちょっとやっぱ戦争関係のね、グッと重いようなテーマかなとやっぱ広島県民からしたらそうなんですよ、いつもね。だけど今日はやっぱカープ優勝ですから、ちょっと楽しい話題があればいいなとは思っております。広島県についてね、あなたの思い出エピソードを教えてください。親戚住んでます、修学旅行行きました、広島県のこんなうんちくあります、広島に関することならどんなことでも OK でございますけれども、さあどうですか。まあ平子なんかは偶然奇遇というかな、はい、あの福島だから島つながり、島つながり嬉しいよね。そんなとこつなげます、場所も結構離れてますしね、福島で僕あのロケで4回ぐらい行ってますけど、うん、4回中3回巨大キノコの特集でしたよ広島あれよくあるんですよ、巨大キノコ。マンダ酵素っていうね会社があってね、あ、まあ、健康飲料、健康 の、 あの、はい、食べ物ですけど、はいはいはい、あのマンダ酵素を白菜に与えると、白菜がもうお化け白菜になる、すごい栄養満点の、すごいんです、マンダ酵素、巨大キノコね、ありますね、はい。ニーズは僕なん、僕週、本当僕修学旅行ぐらいです、ね、行きましたか。行きました。ありがとう。うん、優しいな、今日顔。いや、うん、今日はもう全部御社だ、御社。日差しが暑くていい、空が広かったですね、広島。空が広いだろうな、そう、いいとこなんだよ、本当に。水の都でね、これね、意外と水が美味しい。お酒も美味しいんだよ、水が美味しいってことはね。たまんねえな。お酒が美味しいですよ、本当、食べ物美味しいしね。食べ物美味しいですね。瀬戸内海の穏やかな海だからね、その小魚が多いんですよ。小魚が多いからね、小魚ってあんまり輸送しないからね、地元で、ね、あの地産地消ですけ ど、はいはいはい、やっぱ美味しい小魚があるしね、やっぱりあの穏やかな土地だから、うん、その昆布だね、うん、あ昆布だ、わかめだ、もう成長がいいから、そのカキとかね、貝の食べ物も美味しいです、アナゴも美味しいしね、アナゴといえば、駅弁のね、あの駅弁コンクール、アナゴ弁当、日本一を何回も、広島の、そうなんですね、これぜひあの、宮島の方に行ったらね、ちょっと売ってますから、ぜひ食べてほしいなと思いますね。いや、でもお好み焼きもなんか最近はいろんなあのムーブメントがあって、うん、面白い広島風のお好み焼きいっぱいあり、まあ、広島風って言っちゃうと、広島の人怒っちゃうんだけどな、あ、うん、まあ、お好み焼き、いいですね。お好み焼きも今新しいムーブメントなんで、いろんな種類のあのお好み焼きあるから、ぜひあのお好み村とかね、いっぱいあります。駅前にもビルがあってね、お好み焼きの屋台みたいなのがありますから、そうなんです、ぜひ行っていただくと嬉しいなと思ってます。はい、情報番組みたいなご機嫌ですはい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。www.jfn.jp/dreamer www.jfn.jp/dreamer スマホ、タブレット用の無料アプリ JFN パークをダウンロードして、サンデーナイトドリーマーのサイトからもメッセージを送ったり、情報番組を確認でき、あ、番組情報を確認できます。パソコンでも見られます。 JFN パークで検索してください。いやー、いいです。
あ、ちょうど終わったね。僕特にそこ計算してないですから、ね。さすがお前カップダンス、ね。違うんですよ、ね。なんで照れるんだお前カップダンスって言われたら。いやいや特にごめんなさい。リアカだと思われるの怖いのか。大丈夫だぞ。そんなことないですよ。俺だってリアカみたいなもんだから。そんなことないですよ。4番まで歌えないですよ。ただただ25年応援してただけだから。かっけえな。今のかっけえな。さあということで皆さんいろいろメール送ってください。面白いメールにはいろいろと若槻千夏さんからいただいておりますグッズいろいろ差し上げますんでね、はい、お願いいたします。ということでカープ1回一段落しましょうかね。はいはいはい、はい、ま、心の中でメラメラとこの優勝の思いはね燃えてますけどそれはちょっと忘れて他の話題もしましょうかね、はい、なるほどコニコですね、うん、さあということでキングオブコント決勝が発表されまして、うん、はい進出ね、はい、全10組、うん、はい、しずる、七曲がり、ジャングルポケット、うん、ダーリン、うん、ジグザグジギ、ラブレターズ、タイムマシン3号、うん、かまいたち、カモメンタル、そしてライスライス、そんな貯める原因じゃないんじゃないですか。そんなに発音よく待ちに待ったじゃないですよ別にライスは。ライス知ってる？いや知ってますけど。そう、どこの、あれ、吉本です。吉本でずっとコントをね、はい、やってきたコンビですけど、そんな貯めるようなあれじゃない。キングオブコント決勝は10月2日、はい、ね、しずる、七曲がり、ジャングルポケット、ダーリンズ、ジグザグジギー、ラブレターズ、タイムマシン、カモメンタル、カモイタッチ、そして、うん、ライス。いや違います。もうライスに意識行き過ぎてカモイタチって言ったじゃないですか。情報番組失格だ。さあということでタイムマシン3号が、まあ、うちのね太田プロからは決勝進出ということで、うん、まあ前評判まあ高いっちゃ高かったですからね、安定してますしね、うん、まああとちょっと電話してみましょうかね、これつなげるようであればね。そうなんですね、聞けるんですね。そして残念ながらまあ平子はね、はい、まあそもそも2回戦でそうですね、今回は残念だったんですけども、はいはいはい、さあトップリード、はい、いやーなんか噂によると、うん、はい、結構受けたらしくて、うんうん、そうですね、3分半ぐらいで、うん、まあ、4分なんですけど、うん、ネタ、あ、これいったなと思うような拍手笑いが、うん、続きまして、うん、これは皆様にいいし報告できるなと思って楽屋に戻ったら、みんなから、うん、おめでとうございますと、あるね、そういう時あるんだよな、はい、言われて、あ、いや俺は本当にあるんだな、すごい、ツイッターとか見ててなんかいっぱいなんか、うん、そうなんです、トップリードの評判が入ってきてさ、うんうん、トレンド入りしたんですよ結果発表前に僕らの名前が。あ、そうなの。でマネージャーも、うん、そのマネージャー同士で呼ばれて、うん、うちの中原というマネージャーが、うん、他の事務所の人にちょっとトップリードあるから、うん、いた方がいいよというふうに呼ばれて、なるほど。ほんで結果蓋を開けてみたら、確かにこの10組の中には名前がないんですよ、残念ながらね、呼ばれなかった。だって10組はしずる、七曲がり、ジャングルポケット、ダーリン、ジグザグジギー、ラブレターズ、タイムマシン3号、カモメンタル、カマイタチ、そしてライス。いや、言いたいだけでしょ。あれじゃないんですよ、言いたいだけでしょ。頑張って面白いですよ、ライスすごく面白いですけど、そんな貯めるようなライスも失礼だし、繋がりないでしょライスと。あったことない。そうでしょ。響きで言う、響きでやり方決めないでくださいよ。キラ、これどうなんだ、何で落ちたんだ。じゃあでもほら過去に決勝残ってね、2回残って、うん、だから2回ね、うん、やっぱやらかしてるっていうか、まあ、う前科2犯みたいなところはありますんで、まあ、うん、いや結果発表の時に、うん、7組目まで待って7組目がタイムマシーン3号が呼ばれたんですよ、うんうんうん、その時に僕有吉さんの言葉をふと思い出して、うんうん、2年連続最下位取った時に、うん、お前らは一生決勝に行けない、うんうん、俺が審査員っていうか、うん、そのTBS のやつだったら、うん、絶対にお前らを選ばないって声が、うん、頭の中響いたんですよ。響いた。あ、今年ないかもしれないってその時に思って、やっぱり呼ばれずに、うん、いやまあ確か俺が審査員だったら、まあ今までのスタイルはあんまり崩してないわけじゃない、その、うん、まあずっとこう、はい、今我々の今までやってきたものが積み重ねたわけじゃない、はい、その間は絶対トップリーダーを俺通過させない。急にやっぱりほら下ネタのね、下ネタグループに急にこう方向変えちゃったとか、そうなったらまたちょっと選ぶかもしれないけど、今のまんまじゃ俺はね絶対に選ばない。俺相当ひどいことしたんだな、あの2年間と思って。まあちょっとあの2年間はひどかったからな。はい、まだダメですか、まだ罪は。まあダメだ、まあ今回まあ相当受けたっていうことで、まあ片足の
あの鉄球が取れたぐらい。まだ片足何がついてるんですか、僕らの体には。片足の鉄球取れて、あと何がついてるんだ。ホルだからね、そんなもんは。まあでもそれは、まあでもそんなら毎年いるからね、すごい受けたけど残念ながらというコンビもいっぱいいますから、まあ今回でまあその受けたのは良かったけど、まあ残念ながら決勝は行かなかったということで、まあ俺らがせっかく応援してたのに、まあそういう恥ずかしい結果を出したということで、ケンタッキーの差し入れね、三島君からいただきました。四ツ谷まで歩いて買いに行きました、小雨の中。何道場買おうとしてるんですか。お前が悪いんだろう。いや悪いのかな。いや悪いんだよそれは、うん、すごい受けたし、期待してたからね俺は。それもそう、うん、ケンタッキーは美味しいけど、うん、今日は食べたくなかったな。そうだな、うん、今日はちょっといつものケンタッキーより味がちょっと濃かったな。ねしょっぱめだったな。涙の味がみんなで。俺久しぶりにコーラ飲んだな。コーラ飲みながらケンタッキーだコーラだって。もっと皆さんガツガツ食べてもらえません。結構残ってますけど。いや、せっかく買ってきたのに。いやお前がね、せっかくそんなに稼ぎもないだろうにケンタッキーいっぱい買わしちゃったからさ、一箱は持って帰らせてやろうかな。いやいや持って帰るの俺。俺奥さんから金借りて買ってきたんですよ。3000円。奥さん、俺らからの気持ちだよ奥さんに。いやいや俺が買って。食べてってよじゃあ。CM みたいな話ですよ。だって俺らがもらって言って買わせてきて、実は奥さんにっていうのは。そうよ、お祝い返しみたいなもん、ね、半分返します。いやちょっと素敵だけど、それは素敵だけど。いやまあ残念ながらということでしたね。どうですかこの10組の中、平子ちゃん。そうですね、先週、うん、あの新妻が名前出した、うん、ダーリンズ、はいはい、ね、ソニーの、うん、入ってますね、うん、これ入りましたね。ラブレターズもね、でもあの結構ね、うん、タイムマシーンは漫才もやりますけど、結構生っ粋のコント師が今年は。なるほど。スラットでカモメンタルの方がね、元の優勝者ですからね。はいはい、そうだな。またさらに決勝残って、うん、どうだズバリ優勝当ててもらおう。平子はお前あれだぞ、次これ外したらちょっとケンタッキーごっそり。うわ半蔵門にないのよケンタッキー。そうだよ、四ツ谷まで行かなきゃ。めんどくせえな、歩いて30分。めんどくせえな、めんどくせえな。ズバリね、ズバリね、じゃあガチ、構えて、ラブレターズでいきます。ラブレターズ、ラブレターズ。あ、そう、あ、そうですか。ちびっこ2人、ちびっこ2人のラブレターズ。なるほど、もう上上がろうと今一番必死な、一番ハングリーなんじゃないですかね。そうですか、はい、いいでしょう。はい、はい、まだちょっと気持ち整理つかないでしょうけども、新妻七曲がり。あ、そう、俺知らないんだ。コロコロチキチキペッパーズみたいな感じで、うんうんうん、あ、そう、こう皆さんがびっくりして点数入れんじゃないかなっていう。あ、なるほど、新鮮味がある、はい、新しい。で、MC の阿部浩二さんも、うん、MC の立場なのに、うん、面白かったって言っちゃう。なるほどなるほど、盛り上がってたんで、うん、じゃないかな。え、これは敗者復活ないんだっけ。ありません、ないです。ないのか、じゃあこれで全てか。俺も生がりにしようかな。おい、え、はい。いいよ、でもそれでも。いや、僕ね、かまいたちもね、いいんですよね、面白いんですよね。かまいたちもいいネタをやってました。まあこれだけいると、はい、まあ全員面白いんだろうけどな、うん、確かにな。ラブレターズ、ラブレターズいいんだな。じゃあ俺もいいですか。はい。いやもう分かっちゃってるけど。え、いやもう誰が言うのか分かっちゃった。僕の優勝予想、はい、ズバリ、うん、ライス。スネイナイトドリーマーライブオンエア。さあ今夜のメールテーマは広島カープ25年ぶりのリーグ優勝ということで、広島と私でございます。喉開いてますね。そうです、声でかいですよね。昨日泣き晴らしましたね。さすがに嬉しかったな。男泣きってやつですね。泣いたんすね。すげえ。いやだって黒田投手がメジャーリーグ14億円だ、うん、20億円近くのお前年俸で提示されてるのに帰ってきてさ、広島に優勝させるって、ね、そうですよ。で去年はね惜しくもでしたけど、今年も本当に宣言通り優勝させて、もう男にたっぷり、同級生ですよ。あ、そうなんですね。恥ずかしいよ。ラジオネームパッカーズ FM 鹿児島。僕が新幹線で広島駅に着いた時、カープファンのおじいさんが上にユニフォームを着て下はパンツ一丁だったので駅員さんに捕まっていました。カープ男子はパンツ一丁で応援するの主流なんでしょうか。
カープなんじゃないから。カープ徘徊浪士。どこの町にもいますね、こういう人ね。いますよね。パンツ一丁ぐらいいいだろっていうおじさんいるからね。しょうがないな。ラジオのラッコフェスティバル。昨夜、カープが優勝した後、ニコ生放送の公式で、広島市内を中継。広島市民は全員で叫び踊り、肩車をして、その世界観はまるで、マッドマックスでした。いい加減な、そんな大敗的な街じゃないわ。あの水がジャーって流れてきた。ラジオネーム桃色クロババ、僕のおじいちゃんは広島の東城町に住んでいるのですが、歩いて5分のところに元中日監督谷繁さんの、実家兼記念館があります。おじさんと一緒に谷繁記念館に行った時は営業時間外であったにもかかわらず、おじいちゃんが街で割と偉い人であることから特別に中に入れてもらった思い出ありますと。へえ、そうなの。谷繁さん広島だったっけな。へ、島根県郷の川高校出身だったと思いますけどね。まあ広島なのかもしれませんね。今日こんな広島優勝でおめでたい時だから、更迭された谷繁さんみたいな、ちょっと暗いニュースあんまり交えないでください。でも中日だからさ、ね、まあまあそうですね、中日ですけどね。すいません、なんか福田君、そのほら中日のさ、カープって言ってないですよ、広島と私なんで。よかれと思ってね、広島カープと私じゃなくて広島と私なんで、広島にまつわるエピソードだったら。いや、まあ中日監督、元中日監督だしさ、広くと、まあ郷の川高校だからさ、福田広島県でもないし、ダメだよ。いや、まあね、よかれと思って。赤だからね、カープは。青はほら真逆だから、いろんな広島の話ができればなと思ったんで。申し訳ないです。まあ気を取り直していきましょう。御社です。福田君、御社しましょう。気をつけてください。今書いてますけど、福島 FM。 僕は高校の修学旅行で広島県の宮島に行きました。修学旅行に合わせお気に入りのスニーカーを履いていきましたが、宮島で鹿の糞まみれになり、とても残念でした。しかしその残念な気持ちを吹き飛ばすぐらい食べ物が美味しく、景色が綺麗で、人も温かくて最高の旅でした。ありがとう広島、頑張れ広島カープ、という。嬉しいですね。いや、まだまだクライマックスシリーズがありますからね、その中喜びはできないんですけども、それでも25年ぶりの優勝ね、ペナント制覇ですからね、まあ、6球団の中で一番強かった、いや今年は12球団の中で一番強かったかもしれませんけどね、それだけは確かでございます。止まりませんね。いや、でも勢いはね、6番なんかな、松山選手でした。松山さん、なんかすくい上げるものすごい速いスイングのホームランすごかったですけどね。見てくれました。見ました見ました、松山選手ね。まあ、ちょっとメガネかけて、ね、そうですそうです、ね、はい、いいですよ、ちょっと、ね、ちょっと太っててぽっちゃりしていかついのにメガネかけて、はいはいはい、インテリっぽくて、はい、うん、好きだね。いや、僕別に自分に重ね合わせてないんですよ、松山選手。自分がメガネかけてちょっと見てるから、すくい上げの スイングスピードすごくて、それであれあとホームラン入るんだなって、ね、今年はもうちょっとホームラン打つかなと思ったけど、あ、まあギリギリ10本ですかね、10本か11本ぐらいだと思いますけど、まあね、松山選手も昨日はいい仕事したね、本当にね。田中ね、菊池、丸、これ3人あの同級生、27歳から28歳でね、3人とも同級生で、こんな1チームに3人同級生が1位2位3番で並ぶことないからね。そう、確かにそう、バラバラになっちゃうからね。丸、うん、であとまあサード守ってる阿部、この人もまあ同級生です。カープだからいかに若いチームかっていう。あ、なるほどね。丸って、丸さん、丸は丸です、ね、丸、丸、それも知らないの、ひょっとして、あれいる、おかしなやつがいる。棚菊丸、はいはい、棚菊丸、うん、真田丸じゃないぞ。ちょっとダメだな、これちょっと不穏だな、ちょっと。いや、知ってます知ってます。ちょっと曲いってみよう。はい、知ってますよ。広島出身でカープファンといえばこの人、奥田民生で風は西から。虹は見えても渡れない。さあ、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉弘行のサンデーナイトカープ、東京半蔵門の、JFN スタジオから生放送です。はい、今月のアシスタント、アルコ&ピース平子と、トップリーダーの新妻です。さあ、キングオブコント、ね、決勝に、駒を進めました、タイムマシン3号に、ちょっと電話が、つながるそうなんで、ってますか、はい、ちょっとつなげてみましょう。もしもし。あ、もしもし。もしもし。タイムマシン3号、関です。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、俺。はい。
俺や。どちら様でしょうか。ねえ、お前。はい、俺や。すいません、どちら様でしょうか。亀田光輝や。え、亀田さん。おめでとう。ありがとうございます。どうされました。いや、お前ら決勝やろ。そうですね、はい、残りました。おめでとう。ありがとうございます。うん、はい、気持ち聞かせて。はい、気持ち聞かせて。いや、もちろんそうですね、亀田さんの世界線とは違いますけど、でもやっぱり、いや、そりゃそうやろ、すごく素敵な舞台に行けることは喜びです。うん、はい、嬉しい。はい、もう非常に嬉しいです。おい、誰や。タイムマシン3号の関です。関か、関。はい、ズバリ聞くぞ。はい、嬉しい。はい、非常に嬉しいです。ニコニコしてます。最高やな。最高です。相方もるんか。あ、今、はい、います。おい、ちょっと買ってくれ。もしもし、お疲れ様です。もしもし。もしもし。もしもし。あ、タイムマシン3号山本です。お久しぶりです。わかりますか。五木ひろしさんですかね。ありがとう、よくわかりました。うわー、お久しぶりです。どこ当たったの。当たんないだろ、いやー。いや、お久しぶり、嬉しいな。先日のお電話から随分ご無沙汰しておりますけど。そうですね、あれから1ヶ月ぐらいで、お盆にお墓参り行ったんですけれども、その後ちょっと横浜に行く時間がなくてですね、ちょっと行けないことをずっと頭の隅に申し訳ないなと思ってたんですよ。いい、今回でもまあ、嬉しいお知らせがありましたんでね。あ、そうですね。いや、本当に嬉しかったですよ。似てる？ずっとやっぱり父親が僕亡くなってるんで。似てないと思う。父親が亡くなってるんですよね。はい。あの人は生きていてしまった。一木さん。あの人は生きていてしまった。一木さん。もう帰らない。ということでね。一木さん。あの、ええ。キングオブコントの話ですよね。キングオブコント。はい。はい、すごく初めて決勝に行けて嬉しいなっていう気持ちで、今相方とも喜び合ってましたし、嬉しいですね。はい、またもし優勝をねしたら、はい、ぜひ横浜に一度遊びに来てください。いいですか。はい、あの前回一木さんに、あの黄昏一木さんホテルの古小部屋コンロコントの話をしたいんですけれども、一木さん。はい。あの前回私もね、昔は随分、はい、コントをやったもんですよ。あんまり聞いたことなかったですけども、やられてたんですか。うん、郁恵ちゃんとかね、桃江ちゃんとか。山本くん。はい、山本です。ちょっと意気込み聞かせてもらえますか。意気込みですね。そうですね。初挑戦なんで、後悔のないようにやりたいっていうのが一番ですよね。はい。ありがとうね。ありがとうございます。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.www.jfn.com/dreamer Slay Night Dreamer。 ね、ちょっとふざけてる場合じゃないんですよ。やっぱりちょっといろいろ聞かないと、せっかく決勝まで行ったんですよ。このセリフですよ。聞いてくれよな、お前ら。もしもし。もしもし。誰。山本。山本です、引き続き。おお、なんかね、はいはい、ほら、トップリード新妻がいるのよ、こっちは。あ、本当ですか。ちょっと残念だったんだけど。どうも、まあ、そうですね。おう、山本、ちょ、声かけてやってくれ。いや、新妻。はい。なんか、受けたって話はすごく耳に入ってきてて。はい。すごく良かったと思うんだけれども。は？え？なんだ、おかしいだろ、お前ら。いや、関さんにね。はい。俺らあんまりだったけど、トップリードすごい評判良かったよって
話されたんですよ。あ、変わりますか。はい、うん、はいはい、もしもし、水間、いや誰誰やお前、あれ誰や、水間はおい、はい、誰やお前、すいません、関です。あ、関か。おう、新妻つなぐわ。あ、すいません、あ、怖い。あ、もしもし、すいません、ごめんなさい。あ、ごめんごめん、ちょっと変わっちゃったみたいで。いやいや、申し訳ない。あのね、関さんね、うんうん、俺らあんまりだったなーって話してたでしょ。で、どっぷりとすごい受けてたなーっていう話をしてたでしょ。いや、正直、赤坂の街で。噂が届いてたから。うん。絶対あると思ってたのよ。でも落ちたんだ、トップリードは。なんだと思う、原因は。もうズバリやっぱり、過去2回の最下位の悪さだよ、やっぱりそうだよな。もうそれ以外考えられない。いや、俺もそう思うんだよ。言ってよ、じゃあそこで。無理だよって。失敗だと思います。そうだな。平君もちょっと一言やってくれ、責任。責任はですか。L を。L、はい。はい、お前、決勝進出決まってから TBS でばったり会ったよね。俺ら別個でいてさ。そうですね。で、攻略法教えてくださいよ、つったけどさ。はい、あの時すんげえ嫌な顔してたよ。お前らはなんで素直に応援できないんだよ。我々でも仲間が決勝行ったっていうのに。はいはい。しょうがねえ、関。はい。じゃあちょっと、俺から、俺ちょっと、はい、ゲスト呼んでるから。はい。ちょっと予想してもらうな。ありがとうございます。お願いします。はい、ふときかずこです。あ、どうもお疲れ様です。あ、どう、なんかね、他人のようには思えないわ。お互いちょっと太ってて。あ、いや、本当に。いや、でも、すげえ笑ってるけど。ね、はい。ちょっとじゃあ、占ってみるわ。お誕生日いつ？僕、8月5日です。8月5日。はい、病気になります。はい、そんな占い？この、キングオブコントの占いではなくてですか？病気はなりそうな体型なんです、僕。はい。何を占ってほしいの？なんかある？はい、ズバリその、キングオブコント決勝の、順位ですとかアドバイス的なところを。はい、はい、わかりました。はい、はい、血液型と、星座教えてくれる？はい、獅子座の B 型です。はい、最下位です。かかりましたよ、呪い。はい、頑張ってー！じゃあねー！かけましたね、呪い。ざまね。再開ですな。いやー、よし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 。まあね。まあでも、楽しみじゃないですか。そうですね。どうなるかね。どうなるのか。やっぱ毎年なんだかんだ言っても、まあ楽しいもんです。こうやってね。お祭りですから。はいはいはい。いいんじゃないでしょうか、ということで。さあ、じゃあまあ、呪いも終わりましたし。やっぱ呪いだった。やっぱ呪いじゃないですか。ニュースいっとく？いきますか？いかなくてもいい。ニュース行きましょう。コーナー行こうか、じゃあ。はい。ニュース行く。ニュース行きましょうか。じゃあニュース。じゃあ一週間のニュース有吉さんにスッキリさせてもらいましょう。はい。まずは、このニュースから。2018年大河ドラマは、セゴドン。何セゴドン？サンドリが何度も打ち切りに追いやってきた NHK の大河ドラマが、2018年の作品を発表しました。再来年は、西郷隆盛を主人公にした、セゴドン。主演は未定だそうです。ちなみに2017年は女城主直虎、主人公の井伊直虎を柴咲コウさんが演じます。果たしてサンドリに勝つことはできるのでしょうか。もう18年ももう決まってる、決まってるんですね。すごい。西郷ドンと書いてセゴドンですね。あの北朝鮮のミサイルはあれセゴドンだっけ。セポドンです。あれテポドン、テポドン、セポドンって言ってテポドン。どっち。いやセゴドンって言ってますね。あ、セゴドン、セゴドンです。ああテポドンだ、テポドンじゃないね。テポドンじゃない、テポドンじゃない。最後は高森主人公にしたテポドンだよ。何意味が分かんない。国も何にも分かんないですよ。ノドンでもないね。ノドンでもないね。ノドンでもない。誰がやんだろうね。さっきもあれだったんだけど、あ、そうか、柴咲コウさんが、女上州直虎。直虎。はい。セゴドンは誰やだろうな。ちょっと決まって、また未定になったんですよね。なるほど。あれじゃないんだよ。だから、ね、武蔵丸さんとか、じゃないんだね。セゴドンっぽさはね。石塚さんでもないんだろ。そっち重視だよ。石塚さんでもいいかもしれない。でも言ってもそういう雰囲気のね、人っていうのはあるでしょうからね。そうだよね。ちょっとでも、
おおらか、ふくよかというか、眉毛が太めの。女上州直虎っていうの、これは何あの、何なの いい直虎さん、ね、いい直助の、あれですか直虎、まあ、実在の人ですね。まあね、そうでしょうね。女上州直虎。なんかちょっと、大河ドラマっぽくない感じだな。助手サソリみたいな感じなんだな。エロシーンとかないでしょ。ああ、なるほどね。はい、じゃあまあ、いいんじゃないですか。うん、なんか大河ドラマとか出たいだろ。出たいですね。出たいな。出たい。何が言いたい？あの、歴史上の人物だったら誰が言いたい？ああ、ちょっと考えさせてくださいよ。誰だろう。まあ、早いよな。龍馬早いよな。いや、早くはないよ。本当ですか？もう38だろ、もう。あ、じゃあいいですか？いいの、龍馬。龍馬結構イメージ強いよ、いろんな人やってるから。そっか、食われちゃうか。平賀源内とかどうですか？ああ、いいな。平賀源内、お前。僕、平賀源内やりたいです、ね。平賀源内な。はい。僕、あれ、地図の人。地図、井之助は大老か。あれ大老だね。地図の人は誰だっけ、あれ。井之忠か。そう、地図をね、こう日本のね、地図を作る。ちょっと体大きすぎない？いや、いいよ。それは、イメージ覆すっていうことだから。ああ。そんなヒョロヒョロのガリガリが日本の地図当時作れなかったよ。そうか。うん。で、俺、初回の放送でお前ら二人を殺す、浪人。え？え？初回でお前ら二人を殺す、ただの浪人。初回で殺すの？普通に。大河の初回で？なんでですか？せっかく平賀源内になったのに印象、インパクト強くする。いや、面白いですけど。こうね、あいつこんなこと言ってました、リターンです。はい、そんなのやりたいんだね。意外だったね、井上忠敬と。やりたい、平賀源内。平賀源内の。あ、そう。だって屋敷海岸とかも全部当時調べたってことですよ。まあそうだけど、それでも結構、旅情編みたいなさ、なんか、緩くない？それはわかるけど厳しかったの。大変な崖とかもあったと思いますよ、意外と。あんまりあれがないね、チャンバラシーンみたいなのは。やったと思いますよ。あるのチャンバラシーンがやりたいですか、リオさん。いや、それはだって、大河ドラマだったら少しやっぱ欲しいじゃない。それもやっぱりね、絵作りとして、何が地図だみたいな反対派みたいなの来てね。平賀源内、なんか、他のどっか違うところでやってくれよ、勝手に。大河でやんなよ、それ。あんま見たことない。確かに、合戦がないとね。ないとダメよ、やっぱりちょっと。戦いがなきゃダメ。女上司、直虎だからね。ああ。そうだろう？戦いあるんですか、直虎。あるでしょ、そりゃ。まあ、女上司、直虎だ、お前。すいません。ちゃんとしろよ。はい。あいつこんなこと言ってました、リターンズ。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで、有名人が調子ぶっこいて話していたことを作ってもらう企画です。ラジオのペケミニ。抗がん無知で、抗がん大好きな、矢口真理ちゃんが、東京 MX のバラ色ダンディで、坂口杏里ちゃんの AV デビューを受け、こんなこと言ってました。もう、びっくりしましたよ。そこ行っちゃったかって、ちょっとショックでした。私が謹慎してた時は AV の方は全くなかったんで、まあ、でも何億積まれても私は AV には出ないって決めてますけどね。お前な、AV みたいなシチュエーションでパコってたくせしてお高く止まってんじゃねえぞ、この野郎。AV 業界だって今やな、国民的アイドル、スーパーボディのグラビアアイドルがデビューして、群雄割拠してんのにな、今更雑居ビルみたいな下半身事情の七夕野郎にな、何億も払うほど気前よくねえんだ、バカだね。マジでバカも浮気も休み休みしろ。俺が2000円払ってやるからよ。バイブより普通にポコチンが好きって歌いながらクローゼットで歌ってろデブ。すげえ、ね、デブではないからね。デブじゃないだろ。ラジオに起きてるし。アリエさん、配信開始から約2ヶ月経ったポケモン GO ですが、142種類のポケモンをコンプリートしたという自称有名人が宇治のように湧いて出てきましたので、ご報告します。レーザーラモン HG の妻でタレントファッションディレクターの住谷アンナ、ニックネームはハリハリオ、ネットアイドルのヒイラギリオ。現在の職業はアイドルプロデューサーで市中水明師、トリノオリンピック代表でタレントの成田ドーム。おい、暇人どんな芸能活動してるか知らないけどよ、レアポケモンゲットするよりな、お前らテレビで見つける方がよっぽど難しいわ。バカみたいに吊らして小賢しい肩書き並べやがって、歩きスマホでな、車に轢かれて、脳みそ飛び出せ。ひど
ごいな。すごいことでしょう、ラジオネームペケミニ有吉さん、占い師飯島ひろ子とかいうクソ女が世田谷警察署前の赤信号をチキチキマシーン猛レースこと中村獅童ちゃんのことを夕刊フジで勝手に占ってやがり、こんなことを言っていました。獅童さんは今後の運気の流れがとても良く、年を重ねれば重ねるほど運気が開けてくるので、将来的には人間国宝になれるほどの運気巡ってきます。今後楽しみですね。赤信号をフルスロットで走り抜ける、赤信号をフルスロットルで走り抜ける人間が F1 レーサーになれても人間国宝になれるわけねえだろタコ。転職サイトで見つかるお仕事じゃねえんだぞ。大体な、こんだけコンプライアンスだなんだうるせえこのご時世でな、当たるも八卦当たるのも八卦なんて都合のいいセリフがまかり通る世界で生きてる占い師風情がよ、運だの未来だの人様に偉そうに物申すこと自体が間違ってんだよ。所詮占い師なんざ楽して運をつかもうなんていう人間の弱い部分ついて銭ボケしてるアコギな連中なんだからよ、お前らなんか全員シドちゃんの下げちねじきになって爆発的に運気下がっちまえバーカ。かっこいいな。かっこいい。したるよな。いや素晴らしい、うん、なのかな。ラジオネームブルアザーフットオブスティーブ、アリスさん、こちら葛飾区亀有公園前派出所、通称こち亀のホームページにて、主人公である両津勘吉の野郎が連載終了および200巻発売に関して、読者にこんなことを言ってやがりました。前人未到の連載40周年200巻へ、ご愛読ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。待て、まだ終わりじゃないぞ。こういう時だけ、最近読んでないけど好きだったとか、もっと続いて欲しかったとか言いやがって、9月17日のジャンプこち亀40周年記念号、みんなで読んでくれ、読んでから言ってくれ、200巻も発売するから買ってくれ。そうだそうだ、さすがだ我らがりょうさん、いつの時代も俺たちのヒーローはあんただけだぜ。過去を振り返れば、友達のために貸し時場所を開いたり、同僚の父兄を怪我させた男を見たら警察手帳も役職も捨ててボコボコにしたり、まさに人情を絵に描いたような人柄。最強の抗体両津 GPX で病気知らず、制服姿で賭博行為、タバコや酒を密造、近隣住民に睨まれただけで発砲、警察寮で海外のエロ番組をパラボラアントナで受信、仲の悪い父兄に対しては全裸映像を送りつけ、寮にゴキブリを500匹投下、玲子に睡眠薬を飲ませ、こっそり体のサイズを計測し、リアルドール作成、うんこをかりんとうと間違えて食す、食べ物に関してはうまいと、もっとうまいしか感想がない、元祖ゴキブリ系男子は永久に不滅。ゲスナーの星リョウさん、心よりお疲れ様でした。一旦ブレイクします。さあ、リオシュキサンデーナイトカップ、あっという間に1時間経過ですね。その25年優勝を待ち望んだ身としては1時間あっという間です。うるせえな。しましたね、今。すごい顔しましたね。なるほど、いろいろ来ております。ラジオネーム梵天 FMC が、有吉さん、西郷隆盛役は、西村健太大先生がいいと思います。オイランとのエロシーン大爆笑もんだと思います。まあ、なんか雰囲気ありそうだけどな。言いますけどね。まあ、大問題は、まあ、西村さんがあんまり現場に来ないっていうところ、多分我慢しきれないと思いますけど。ラジオネーム、猫耳亭でんぷん FM 香川。亀田光輝さんに質問です。好きなカープの選手誰ですか？和田や、和田。ラジオにメガネかけ機 FMC が、もしもし、亀田さん、一つだけ質問いいでしょうか。風俗には週何回通ってんですか。月にや。コーナーじゃないですか、もうこれ。ねえ、ラジオネーム拓吉郎、改め拓吉村。どっちでもいいよ。拓吉村 FM 長野。太木先生、キングオブコントにおけるライスの順位を教えてください。これはズバリね、ナイス。全然分からないですか。ちょっと分からないですね。ちょっと生年月日もないし、血液型もそこちゃんとしてるんですよね。はい、さあ、ということで、もうね、一部の地域の方はこの時間でお別れなんでございますけどもね、また、まあ、1時間でお別れするのも寂しいからね、いつもいつも時間が延びればいいなと、願ってる。カープの優勝と、このラジオをフルで聞いてもらえることをいつも祈っておりました。はい、カープの優勝は叶いました。はい、はい、というわけで、お相手有吉とアルコアルコアドビスイラフォト得意のニーズマでした。この後も聞ける方お願いします。
Sunday Night Dreamer。さあ、2016年9月11日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子と、トップリードの新妻でございます。さあ、カープ優勝にね、湧くこの、はい、JFN スタジオでございますけども、うん、なんと、うん、このおめでたいね、うん、カープ優勝ムードの放送、うん、広島はネットしてないって。これは何ですかね、大変なことですよ。いやいや、あの1時間何だったんだろうっていう。どこに届いて、はしゃぎすぎました、すいません。広島の人に届けと思っていたんですが、ちょっとそれいけカープもフルコーラスで歌わせてもらいまして、まさか広島の人が聞いてると。いや、びっくりしましたね。お恥ずかしい。タケの人が俯瞰で聞いてただけ。すいません、すいません、ちょっとまあそんな日にあっていいんじゃないかな。さあ、ね、だからキングオブコントの話題もまあやってるんだけど、はい、まあそのトップリードのねが、まあ、会場で1受けぐらいだったと言ってもいいぐらいね、まあ、相当、会場で受けたらしいんだけど、はいはい、残念ながら決勝進出はならずということなんですけど、はい、まあ、そういうことはお笑いの審査の中ではよくあることなんだけどね、客受けと審査またちょっといろいろ違ったりとか、はいはい、いろんなタイミングがありますんで、はい、難しかったんですけども、相当でも受けたんですから面白いネタだったんだろうと、うん、ずっと貯めて貯めて、なるべく他でやらないようにしたのでね、うん、はい、ちょっとだから平子もさ、うん、はい、やっぱり今回ちょっと2回戦で残念な結果だったから、まあ、準々決勝ですね、はい、まあ、はい、なんで準々決勝って言い直すの。いいように準々決勝です、そうですね。2回戦らしいですけどね。まあな、はい、ちょっと残念だったから、はい、ちょっとやっぱ俺もやっぱり、はい、ちょっとそういう、まあ、狙ってるっちゃ狙ってるしな、狙ってる、 お笑い吸収したいし、いろんなことを。あ、なるほどね。やっぱりちょっとやってみよう、うん、そのトップリードが準決勝でやったネタを3人で、ああ、なるほどね。トップリードがやったネタを3人でちょっとやってみような。何なの、あのタイトル。まあ、娘さんを僕にくださいっていう、ね。娘さんを僕にくださいな。はい、大丈夫か。僕が娘さんを僕にくださいっていうとこから始まるんで。はいはい、はい、うん、分かった。大丈夫ですか。和田さんいないとあれ。大体分かった。それこれ相当面白かったんだろう。でも相当受けた。いや、もう一受けだったと思ってます。うんうん、じゃあちょっと今回じゃあ特別に新妻がリーダーでやるか。じゃあやってみるか。うん、いきます。うん、見たことあります？ないけど。僕はないです。やってみよう。はい、相当面白いはずですから、うん。ラジオコント。娘さんを僕にください。すいません。お父さん。娘さんを僕にください。お前みたいな奴に、娘をくれてやるわけにはいかないんだよ！お父さん。お前は黙ってろ。本当に娘さんのこと愛してますし、ぜひ、結婚させていただき。いい子じゃない。お前は黙ってろ。結婚はな、愛だけじゃないんだよ。愛よ。お前。あなた。本当に、愛だけじゃない。それは分かってます。嫌いなとこも見て、いろんなところを見て、娘さんと結婚を決めたんです。大体君にね、娘を養うほどの生活力があるってのか。生活力はありません。ええあれお母さん。えないの？いや、ないと言ってもあれです。まあ、月食べていけるぐらいのお金は稼げてます。そんな裕福な生活はできないかもしれませんが。結婚生活というのはな、食べるだけじゃないんだよ。これから子供をできれば、生活費だってどんどん膨らんでいく。そして歌う。え？お前。Don't feel with a name. お母さん。I'm feel with a name. いいか。ミキコはお父さん。俺たち夫婦の夢なんだよ。小さい頃から、歌が、体は頑丈じゃなかったけど、歌が邪魔だった。たった一人の、一人娘で、二人で大事に大事に育ててきた娘なんだ。お父さんもうやめて。お前。あなた。何なんですか、その二人。どこが本人や。歌なのか、これ。お母さんなんか出てこないんですよ、我々のコント。お父さんと、この青年のやりとりで面白くなってくる。お母さん出てこないんですよ。
いや、面白いネタって何人でやっても面白くなるからな。いや、そうですね。余計だから、二人だけじゃなく、プラス一人が、余計膨らみが出たんじゃない、うん、それで。それでこれでこれなら二人だったらもうちょっとつまんなかったんじゃねえのかな。そうだよな、はい。やっぱり、あんな嘘だろ、お前。ふかし入れてんな。いやいやいや、だから。だって全然面白くなかったし、今の。あなたたち次第でしょ。お前、あなたって、あの、くだりなんなんすか、あの、二人で見合うくだり。あなたって、なんなんすか、ワンセーンだよね。選曲もおかしくない。ちょっと、小さく音鳴ってて、BGM に変わってな。あれ、決勝戦も DVD になるんで、あんまりだから音楽使うのあんまり多分、いいかもしれないですよ。だそこもあんまり考えてなかったんじゃないの？使ってないよ、音楽は俺。そんな前のリーンでヘレレーンなんか歌ってないよ、俺は。そんなネタやってないでしょ。うん、そう。ちょっと筋じゃ教えてよ、じゃあ大体の筋。うんうん、いや、お父さんは僕にくださいって言って時間が戻るんですよ。うん。指を鳴らして。あらすじ教えてよ。うん、指を鳴らして、で、何回も娘さんを僕にくださいっていうのをやり直すっていうネタなんですよ。ああ、SF 中。このチャンネル、はい。メッセージはホームページにあるメールフォームから送ってください。www。ダメだ、これ壊れてるや。どこが面白い？あんたたちが本当にやってたぞ。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。さあ、いろいろメール来ております。ラジオネームミスタータタン FM 宮崎。おい、ニズマ！え？なんだこの爆笑コント3人の息がぴったりじゃねえかこれで決勝行けなかったなんて、やっぱり2年連続最下位が多い引いてるな。全然違うんだね、ただ。ラジオ、走りごま。福島 FM。お三人様のコントとても感動しました。いやいやいや、僕もラジオの前で思わず歌っちゃいました。やっぱりトップリードのネタだけあって最高ですね。これは来年も期待しちゃうな。いいのかな、やっぱ客受けは。だから全然違うんですよ、内容が。全然違うんですよ。ん？キル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 のやつも違うし。古いし、また。キュルキュルだな。有吉さんが昔の歌とか歌ったの、俺がなんか1時間前みたいな、ちょっと薄かったな。あ、そこは反省だ、反省は。どうすかな。キュルキュルってデジで違うんですよ。その1時間前にこの、あの、うん、メールフォームのあれを呼び込みをするっていうのは、うん、有吉さんその前に、もっと古い、うん、あの、ジョイとか歌ってたのに、そこ、声の出たのに後から後半が薄くなっちゃった。まあでもそこもう俺はあれのつもりだから、10回ぐらいやるつもりだから、いいよ別にそんな入って、それ最初ちょっと振っといてさ、あ、また後半でまたフリーでやらせてもらえるわ。ちょっと考えます、すいません。うん、はい。いやいや反省がいいのよ。全然ネタ違うんだよ。どこでももうやらないよこんなネタ。ほんまやで。それはお前、ちゃんと自分の中で反省して、あの、噛み砕いとかないと次受けないぞ、キングオブコントで。いやいや、それはやってる。うん、これ、ちょっとやってるから、それは。今逃げようとしてたじゃないか、現実から。いや、キル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 でしょ。キル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 のネタでしょ。明日月わらなんで一回当てましょうよ。やらないよ、月わらで。なんで月わらでキルキルキルのネタやんのよ。俺大丈夫だよ。5時ぐらい。いや、来てくれたらありがたいですけど、本当にやるんだったらやるけど。本当にやるんだったらね。やるけど。大丈夫。今日のメールテーマはね、広島カープ25年ぶりリーグ優勝ということ で、ね、うん、広島と私、はい、ラジオネーム和製ベルガ FM 三重、有吉さん、そして広島東洋カープの皆さん、25年ぶり7度目のセリーグ優勝おめでとうございます。今日のテーマですが、カープが前回優勝した25年前、1991年は広島が誇る自動車メーカーであるマツダが日本車として初めてのルマン24時間耐久レースで総合優勝を果たし、カープとマツダという広島の年でしたね。自分もその時の優勝車両のミニカーをコレクションしています。これでも不思議なもんで、このまたマツダの車もね、今デザインがすごく良くなって人気がぐっと上がってきてるっていうのと、また広島カープのこの優勝とね、まあ重なるんですよ。いい時はいいことが重なるもんでね、いや嬉しいですよね。だから本当に
いや、嬉しいな。何百億ですよね、その広島だけでも経済効果が、ね、経済効果なんか300億とか言われてたね。すごい。前回の楽天の優勝が200億円って言われて、そこからプラス100億円ぐらい多いっていう。やっぱ貯めて貯めてドーンっていうのはね。そうだね。本当そうだね。25年間よく頑張ったと思うよ、本当に。一回も優勝しないよ。それも結構シーズン最初の方でダメになっちゃうんだから。6月ぐらいで。イメージはそうですよね。なんか弱いっていうイメージありますよね。そうでしょ、うん、25年前の最後の優勝の前なんて、もう広島なんて B クラス入りすることなんてなかったんだから。毎年3位以内には必ず入ってて、あんだけ強かったらなんで25年も優勝できなくなっちゃうかなっていうね。ファミスタとかでも絶対取んなかったですもんね。俺はいまだにファミスタとかでもさ、広島使うもんね。ファミスタもその分めちゃめちゃうまいからさ、広島でも強引に優勝させてやったんだ。でも説得力ないんだよね、自分で使ってても。自分が優勝するわけないよなっていう。だから今年の、だから2016年、だから2017年に発売されるファミスタなり、うん、パワープロなりは絶対に買っとかないといけないんですよ。めちゃくちゃ強い。今年のカープだから。足は速いわ。そう。それを25年間また楽しまなきゃいけない。もっと早く優勝するわ。そうですよね。これ何か劇的に変わったんですか、その。いや、やっぱりね、いや、徐々にやっぱり強くなってきてたんですよ。だからクライマックスシリーズ出たりとか、徐々に力つけてきたところに、やっぱり若手の選手が多いから、ぐっとやっぱり伸びたんですよね。はぁ。黒田さんがっていうところもね。そう、黒田と新井がね、ベテラン二人がぐっと締めてくれて、黒田と新井が抱き合って泣いてるとき、俺ぐっと来た。尾形監督も胴上げされながら涙こらえきれずにね。ああね、そうでしたね。いや、俺もちょっと久々に泣いたな、あれ。はぁ。テレビで。テレビでちょっと久々に泣いたな、あれ。ぐっと、こんなもんなんだと思ったね、涙って。久々に泣いたから。なるほど、この目がこうやって熱くなるのかっていう。どんだけ泣いてないんですか。ロボットみたいな。なにっていう。わ、なんか出たみたいな。生まれて初めてぐらいの。それぐらいぐっときましたよね。でも優勝決定の時にやっぱ涙。優勝決定の時はね、もうちょっと口あんぐりって感じで、ああ、ついに。本当なんだな、クライマックス頑張んなきゃなって思いがあって。うん、それは胴上げですよね。やっぱ胴上げしてる時、ね、やっぱ黒田さんと新井さんが抱き合ってる時にぐっと込み上げてきたよね。涙久しぶりにって言ったんだけど、まあ、実はオリンピックでいっぱい泣いてんだけどね。ちょっと。泣き上手よね、最近。おじさんだから。おじさんになっちゃったから。確かにオリンピックは泣けますね。ね、泣けました、はい。パラリンピックも柔道強いね。ああ、柔道すごい。すごいね。面白いね。ね、あそこね、肩組んでからなんか、アブダビコンバットみたいな、ね。そう、ね。雰囲気があって。アブダビコンバット懐かしい ね。あれだって、大外刈りとか、もう、相手の体の感覚でね。そうそ、ん、う。予測するんですってね、やっぱ柔道家だよね。やっぱ体のバランスで、こう分かるんだ、動きでね。そう。ご夫婦でね、出てるんですもんね。アブダビコンバットね。いやいや、柔道です。アラブのね。アラブのね。アラブの王様の前で、御前試合をする。何？寝技だけの。格闘技、寝技だけの格闘技を、サウジアラビアだっけな、あっちの方の王様の前で試合するんだよ。うん、日本人で菊田さないとかな。そうですよね。寝技のプロフェッショナルたちが。ちゃんとそういう。寝技が大好きな王様がいるんだよ。俺の前で大会をやってくる。その王様の前で試合して勝ったら、めちゃめちゃいい車もらえたりとか、お金もらえたりとか。そう。今だけあんだ、そんな王様。すごいよ。アブダビコンバット。アブダビコンバット。次のちょっと、キングオブコントそれにしてみたい。アブダビコンバット。何若さんどうそれやんの、アブダビコンバット。アブダビコンバット。まずそれ説明しなきゃダメでしょ、アブダビコンバット。そうなるか。それで有吉もそれわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんが分かる分からないで判定していきます。ラジオネームエモペ。広瀬すずちゃんに「はい飴あげる」と灰色の飴をもらい口に放り込む俺だったが、おい何この飴超まずいんだけど、食べられたもんじゃない。恐る恐る手に飴を吐き出してみると、それは飴ではなくダンゴムシ。俺はちょっとすずちゃんひどすぎだよと文句を言う。広瀬すずちゃんは、ごめんなさい、嫌だったよねと、俺ではなく、ダンゴムシに謝ること。これはたまらず、ちょっと、こっちこっちと、広瀬すずちゃんの肩に手を乗せると、
広瀬すずちゃんに虫触った手で触んじゃねえよと俺のこと鞭で叩いてもらいたい。面白いな。鞭で叩いてもらいたいなんで終わらすんだよ。ラジオにもアライグマ。全米オープンのセンターコートで仁王立ちしている俺のチンコめがけて錦織圭、ワウリンカ、ジョコビッチ、モンフィスの全米オープンベスト4の進出者たちにスマッシュを打ってもらい、その4人の誰のスマッシュが一番気持ちいいか受け比べしたい。せめて女子でやる。なんで男子ね、強い方がいいんだよ。なるほどね。いや俺もゴッドタンかなんかで、ああパンツ一丁で女の子たちにボール金玉につけてもらうっていうのを夢のような企画やってもらったけど、めちゃめちゃ痛かったな。痛いんですやっぱり自分の本当やっぱりあの棒の方に当たるとまだあーってなんだけどさ、あ玉に当たったらそうですよね。本番中でやっぱり喜ぶ演技してたからやっぱりめちゃめちゃ痛いけど笑ってないといけないしっていう、あれ不思議な気持ちよさだったね。気持ちよかったんかい。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。島崎和歌子さんに高い位置からうんこ座りしていただき、爆笑されながら豪快にションベンをされて、それを顔面で全て受け止めるというオールスターションベン感謝祭、今年こそどうか今年こそ一般枠で参加したい。ねえ、スタンドアップ何なんだよ、いい感じなさいね。ラジオネーム、ビワ乱調にあり。宝石店で警備員のバイトをしていたら、ガラスがパリンと割れた音がしたので、慌てて現場に向かうと、そこにいたのはレオタード姿の、リカコ、リリコ、ジュジュのおばさんキャッツアイ。俺は、ちょっとおばさん困るなぁ、ガラス割っちゃって。ああ、もうちょっとこれさすがに警察呼ばないとなぁ。と言うと、タレ乳のリカ子が髪をかき上げ、左斜め45度の角度からクソ笑いを浮かべ、ムキムキのリリコがつまらない変顔をしながら目標のポーズを取り、顔も体型も平べったいジュジュが悩ましく甘い声で、坊やー良い子だねんねしなと歌い、足をくねらせ指招きしながら近づいてくるので、俺は冷静に110番通報し警備会社から臨時ボーナスもらいたい。全然興奮してないじゃないかな。いじめられ方聞いてんだと。怒ってますよ。ラジオネームエモペ。ラグビー部の俺は練習の合間に水を飲もうと夜間をつかむと、有村架純ちゃんがちょっと待ってと言ってきたので、俺は待てない待てない、いただきますと頭から水をかぶると、有村架純ちゃんがそれ水じゃなくて灯油よと慌て出す。俺は急いでシャワー室に行こうとするも、タバコを吸っていたカゴちゃんとぶつかってしまい、その瞬間全てがスローモーションになり、俺は壮大なアメージンググレイスの BGM に負けないぐらい大きな声でなんていいなとゆっくり叫びたい。もういいだろカゴちゃんのスペシャル感がある。いつまで言ってんの出演者。ラジオネーム金玉工場長。スカパーが見たくなった俺は中華鍋を屋根にセッティングしているとスカパーが見たくなった俺は中華鍋を屋根にセッティングしていると、通りすがりの卓球伊藤美誠ちゃんがおじさん何してんのと話しかけてきた。こんな屋根につけるとよ、卓球の世界選手、これな屋根につけるとよ卓球の世界選手権が見れるんだよと言うと、すごい私も見たいというので、うるせえガキは突っ込んだろと言って追い返した。セッティングも終わり、家に入ってテレビをつけてみると、1チャンネルだけアニメのチャンネルを受信できた。その時放送していたのは美味しんぼのチャーハンの話の神回、炎の主人。これを見て感化された俺は屋根の中華鍋を取り外し、来る日も来る日もチャーハンを作り続け、いつか炎の主人になり、ふわふわパラッパラのチャーハンを伊藤美誠ちゃんに食わせたい。何のつながりもないねこいつら。滑っていきなりすぎて、もう狂気だな、ひどいな、ちょっと何の興奮もないよ。わかるってさっき言ってないだろ。以上Stay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer
さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトカープ。今夜のメールテーマは、広島カープが25年ぶりにリーグ優勝を果たしたということで、広島と私でございます。うん、はい、はい。いろいろ来ておりますね。はい。なんか今来ましたよ。あ、ラジオネーム、いちご。有吉さん、広島在住です。レディコで。そうか、ラジコプレミアでね、ラジコプレミアで番組聞いてますよと、フルコーラス最高です。さすがに広島のメディアでもフルコーラスはやっていません。嬉しいね、よかったですね、よかった、届いてましたね。そうだ、ラジコプレミアムとか聞いてくれてる人いるんだ、忘れてた忘れてた、ありがとうありがとう、本当にありがとうありがとうありがとうな。ラジオのギンギンしてんじゃねえよ、呼ぶ長野。僕とカープの思い出。名古屋ドームに広島戦を見に行った時に、カープ魂と刺繍が入ったマントのようなものをつけたババアに、応援グッズのメガホンで何もしてないのに、どけ!と怒鳴られたことです。これは失礼。失礼いたしました。これは失礼いたしました。不愉快な思いを。代わりに謝るっていう。何とぞ今日ね、ちょっとまあ、25年分の優勝ということで、恩赦、許していただければと思います。ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。有吉さん、今年はファミスタ30周年の年だそうです。おお、これはますますファミスタの最新作買わなくてはいけないのではないでしょうか。いや、だからファミスタも買わなきゃいけないし、そのパワープロも買わなきゃいけない、全部野球ゲーム全部買っとかないといけないよ。死ぬまでそれで楽しむから。優勝更新されない限りはね。なるほどね、優勝した年の選手でずっとやるっていう。なるほどね、はい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 、私は設定も強いでしょうしね、絶対。だから私はまだ未だに北別府とかね、昔のまだ今日は先発北別府です。そういうこともできるんですね。そうだ、それこそね、黒田さんだってね、うん、そうなんです、もうね結構ベテランですから。今までの野球ゲームって黒田はすごい能力が高いんだけど、後の選手があんまり能力がないから、黒田一本でさやってたから、ね、辛かったんだよ、もうぜいぜい肌でね息して、もうぜい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 言ってんのに、いや黒田は関東型だからねっつってずっと酷使するっていう。フォークが全然落ちなくなってしまう。そうそうそう。どうかな、ラジオね、満腹ていなり。僕はベイスターズファンなんですが、今年のカープは、今回のカープの優勝は同じぐらい弱かったチームだったのですごく嬉しい。ただなんか、なんだか弱かった友達に真っ先に入試合格されたような複雑な心境。また来年から弱くなってくれることを願ってます。ベイスターズも21年とか、そんなんですよね、結構。ね。結構大変でしたから、大魔神の時に優勝ですからね。でも今年も DeNA 結構強いよ、頑張ってるからね、3位とかだから、ね、あ、そうなんですね。ここはダーリンハニーの吉川さんが一生懸命、そうだな、ね、あそこはそう、うんうん、福島だと誰を応援するんだ、どこを応援するんだ、あんまり野球興味ないんだよ、そもそも僕はだ東北つながりだとね、まあ、楽天でしょうけどね、でもやっぱ巨人ファン多いですね、まあそうか、うん、南東北の方は、そうだな、はい、自分は関東だって思いもちょっとありますし、ね、そうか、そう、南東北だと、北海道じゃあお前もあんま知らなそうだな、お前スポーツ、僕も出てきてファイターズになったんで、そうか、あんまりもうジャイアンツですね、やっぱり北海道の皆さんはきっとそうだと思いますけどね、あんまりそうか、そりゃそうだよな、ジャイアンツだよな、全国網羅してるのは、うちの父もジャイアンツ見てましたね、あそう、はい、すいません、なんか心理しちゃったところ、いやでもいいよ、今年からカープ男子だから。僕らが、うん、そんなカープ男子吉川晃司さんでジェラシーを微笑みに変えて、さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と、アルコ&ピース平子と、トップリーダー新妻がお送りしております。続いて、サム・スミス。グラミー賞受賞、サム・スミスの名曲に乗せてスピーチしてもらっています。ラジオネーム、グドンナグドン。犬クソ太郎。小学生の時、下校途中に犬の糞を踏んだ俺が、踏んだ俺に友人たちがつけたニックネームだ。腐れヘチマ。中学生の時、握力が25しかなかった俺に対して部活の先輩がつけたあだ名だ。ゴキブリ。
高校生の時、休み時間のたびにクラスの端っこでライトノベルを読んでいた俺のことをみんなが陰で呼んでいた名前だ。ゴミ虫。ネトゲにハマって大学受験に失敗して以降、母親が俺のことを故障する際に使う名だ。カス。なんとか入ったバイト先で同僚や上司が俺を呼ぶ際に浴びせてきた罵声だ。いくつもの名前で呼ばれてきた俺だが、いつしか他人と会話をすることもなくなって、俺のことを呼ぶ人もいなくなり、俺は名前を失った。でもつい先日、俺にまた新しい名前ができたんだ。おい、痴漢だ、早くしろ。325番。お、もう時間みてえだな。さて、一仕事してきますか。サブ素敵ですよ。番号で呼ばれるのかな。いや、でもね、まあ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 あるでしょうね。いやでもこれもでもさ、ホリエモンさんがあの入所してた時もそうだったけどさ、はいはいはい、この前もなんか手紙でもらったんだけどさ、うん、刑務所から聞いてますってたまに言ってくれる人がいてさ、はいはいはい、もうすごいな、面白いな、刑務所でこのラジオ聞いてるとどんな気分なんだろうな。本当ですよね。それ笑ってくれてるって言うんだからでも嬉しいよな。嬉しいですね。俺はそれシャバは自由だなって。だよね、え、持ってたな。だから、慰問とかでね、芸人が行くと、何やっても受けると、感動感受けるって言いますもんね。演歌の人なんて行くとみんな涙止まんないけどね。やっぱ、だからそういうやっぱ娯楽が少ないから。うんうんうん、そんな中、このラジオで、下ネタで興奮してくれてるといいけどな。いやいや、でも、いや、いるんじゃないですか。広瀬すずちゃんに何個も仕込まされたとかさ。そうそうそう。言葉尻だけでね。興奮するかな。イマジネーションで持っていくんじゃないですか。いや、笑いはあると思いますけど。興奮はしないんじゃないですか。それそれって思うんじゃないですか。うん、ラジオネーム、美は乱調にあり。ラストワンプレイ。キャプテンは満身創痍の俺たちにこう告げた。負けて失うものはない。トライ狙って歴史変えよう。俺たちはスクラムを組んだ。オールブラックスには試合前に見せた勇敢なウォークライの面影はなく、明らかに焦っていた。約80分前、誰が想像しただろうか。我々チェリーボーイズがオールブラックスをここまで追い詰めること。俺はかの壮絶な合宿中、ヘッドコーチのエディに言われた言葉を思い出していた。童貞、保険、無職でも、ズル向けやりちん外国人を倒せることを見せつけろ。立っているだけでも精一杯の足に、ひがみという名の力がみなぎった。モールで相手を押し込むと、こぼれた楕円球をサイドに展開した。巡り巡ってボールは俺に回ってきた。スペースは目の前に空いてる。飛び込め。俺は無心で走った、その刹那。スタンドにいた上から推定86、62、88の深田恭子の女が目に飛び込んできた。ボールは手からこぼれ落ち、ノーサイドの笛が鳴り響いた。誰も俺を責めなかった。みんな、俺に何が起こったか分かったからだ。深田恭子の女は、オールブラックスのレプリカを着た外人と付き合っていた。雨そぼ降る秩父の宮、俺たちは泣きながら半立ちしていく。素敵です。いや、美は乱調にありか。あ、畠山選手かなと思ったよ。畠山選手がネタ送ってきたのかなと思った。実はでな、臨場感ありますよ、うん、でもいやー、畠山さん、まさにでもチェリーボーイズのメンバーだから。あげとく。おー、おめでとうございます。自作。ラジオネーム、エモペイ。俺の母親は苦労人だ。女で一つで俺をここまで育ててくれた。そんな母親を少しでも元気づけるために、俺はコンビニのレジへおにぎりを持っていく。ピーッ。外国人アルバイターがレジの操作を間違えたらしい。すいません、店長呼んできます。どうやら何度やってもおにぎりのバーコードが反応しなかったみたいだ。俺は
あ、もういいからおにぎり返して。すると店長らしきおっさんがやってきて、困った顔しながら俺にこう尋ねる。こちらのおにぎりは、お客様が作ったものですよね。俺は我慢できずに声を荒げた。俺じゃない、お母さんが作ってくれたんだ。早く値段つけて買い取れよ。油性マジックにすればよかった。大手製のバーコードはにじんできた。焦る俺、めんどくさそうな表情を浮かべる店長、とにかく謝る外国人アルバイター。そんな俺の日常の一コマ。お母さん、今日も俺は元気にやってるよ。お母さんのおにぎりプライスレス。強烈だね。怖かった。怖いな。怖かったですね。毎週怖いな最近。すごい。いやー、どうしよう。あ、面白かったな。エンジェル上げとくか。うん、うわー、ありがとうございます。うん、以上、サム・スミスでした。続いて、ダヨナ。最後に、ダヨナがついてれば何でも大丈夫です。スッと。ダヨナの3、ちょ。毎日、涼みに行くフードコートに無職っぽい奴がいるんだけど、おそらく向こうも、俺のこと無職って思ってるんだよな。フードコートのね、ね、独特のね。昼間とか結構、ビール飲んでたりさ、はいはいはい、してるとさ、はいはいはい、そんな親父がやっぱいるじゃん。うん、いますね。向こう明らかにも定年退職してんのよ。おい、なんかちょっと恥ずかしくないんだけどな。ちょっとまあ、いや、まあね、いい気分っちゃいい気分なんだけどね、ちょっと恥ずかしいよね。ラジオネームキャンキャン。おしゃれなトイレって大体チンコ丸見えなんだよな。あ、ね、わかる。そう、隣から。結構おしゃれっぽい店でさ、浅い。浅くてな。うん、あ、チンコ丸見えないな、おしゃれな店のくせに。ね、あ、浅いから下に、下びっちょびちょになってた。女子トイレはでもそんな変わらない。そうでしょうね。なあ。うん、あ確か誰も言ってないあるあるっぽいな、これ。すごい。面白いね、今のね。いいよ、たまにあげとくか、こっちからも。あ、おめでとうございます。ラジオの時忍三郎。ふと思ったんだけど、俺、ジップ見てる時も、ヒルナンデス見てる時も、ビール飲んでるんだよな。さっきの感じだけどな。いや、ずーっと飲んでてね、これ。朝からずーっとだ、お前。全部腹減りがち。夏が終わっちゃうとセミが食べれなくなっちゃうんだよな。肥後さん本当に食べたって言うけどな。最近の若い人あんま食わないみたいな。ないです、ないですよ。ラジオネーム腹減りがち。お、連続か。多分、血毛がすごいんだけど、鏡で確認する勇気ないんだよな。なるほどな。これはまあ、でも、女性もちょっと思春期になると鏡で見たりな、気になるからって言うよね。男も俺もケツの穴何回か見たことあるな。あ、絶対に背徳感のある格好しないと見れないようにできてるんですよね。それがもうな。もうなんかもうグンッと硬くなっちゃう。簡単に見れないようにできてるんですよね。俺やっぱ背徳感のポーズすると俺もグンッとなっちゃうから、ね、グンッとなっちゃう。一旦ブレイク。スネイナイトドリーマーライブオンエア。有吉最高、俺は応援してるぜ。有吉最高、有吉こそ神、私加山も認める有吉、本当に最高、有吉すごい、最高だぜ、なあチンペ最高です。桜吹雪の海よ、俺は海、海よ、海よ、その大きな愛でサライのように海包み、クッシュマル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 、クッシュンサイ、俺の金玉に喋るぞ、今から聞いてろ。イエーイ、こんにちは。スネイナイトドリーマー。
いい加減にしてほしいや、本当に。面白い。何回聞いても面白いですね。そういえばさっきの吉川晃司さんのジェラシーを微笑みに変えてさ、吉川晃司が強すぎなかったの。かっこよかったです。久しぶりに聞くとやっぱ強いですよね。ほぼ解読できなかったね。面白いな、吉川晃司さんもな。さあ、ヒップホッパー。リスナーのライムにフリースタイルで対応してます。うん、平子新妻がね、やってくださります。はい。お願いします。じゃあ、私、平子からいきます。はい、ラジオネーム、ビワランチョウにあり。有吉フォロワー600万人。これは千葉県の人口に相当。有吉イコール森田健作、早起き剣道、クソ野郎。有吉フォロワー600万人。これはパラグアイの人口に相当。有吉のアナルの締まり具合。だらしない、くだらない、ED おちんあい。ちなみに世界で一番多い。KT ペリーは9000万人。KT めちゃめちゃ歌うまい。有吉めちゃめちゃ口臭い。いつも口臭いって終わっちゃうじゃないよ。さらば涙というもん。うん。うん。あえてね、待つなよ。漏れた原作やっただけだから。ああ。ああじゃないんだよ。何を体をちょっと揺らして待ってんだ、俺の。What's up? 俺の What's up, man? What's up じゃないよ。ニーズも行け、俺。行きますね。ラジオネーム、学ぶ。有吉チンコにイボできて、イボを取ったら産んで臭い。有吉親知らず出てきて、歯が産んで口臭い。有吉アナルに極太マッキー突っ込んで、アナルガバガバアナル臭い。臭い臭いぜ有吉臭い。これじゃ風俗まともにいけない。臭い臭いぜ有吉臭い。風俗上にモテるわけない。臭い臭いぜ有吉臭い。包茎よりも有吉臭い。Hey yo! Yo!これもう完全にいじめだな。これもう完全に、俺自殺したってしょうがないぞ。いや、まあいじめこんだけもう必要に臭い臭いって。反論の余地もない。弁解もさせてくれないし。フリースタイルなんでね、ちょっとあれ。いや、フリースタイルの、フリースタイルダンジョンだっけ？はいはいはい、うん。あれでこんな歌詞聞いたことない。そんな臭い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 。陰、はい、をね、踏んでんじゃないですか？陰、まあね、を踏んで。本当？うん。うんうんインフンデル臭くて続けてるだけじゃないか。モテるわけない。有吉、うん、臭い。全部インフンってます、うん。なんかでもこの前、全然ちょっと違うんだけど、はい、ベルちゃんってわかる？ヒゲガールのベルちゃんっていうのが、まあ、オータプロじゃないけど今ね、はい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 。ベルちゃんがおちんちん取る手術、性転換手術してさ、はいはいはい、女性、男性器取って女性器を作るっていう手術したんだって。さあさあ、女性器作りたてだとさ、うんうんうん、閉じちゃうの。やっぱ、ほら、ピアスの穴とかみたいに。だからさ、ずーっと、その、まあ、男性器 に似せたものかなんかわかんない、うん、器具があって、うん、線みたいな。線みたいな。うん、それをね、ちょっとずつちっちゃいのから、だんだん大きくしていって、入れとかなきゃいけない。それが結構痛いんだって、ベルちゃん言うには、うんはいはい。そうしないと、ほら、閉じてっちゃうから、うんうん、普通性行為もできないから、うんうん、ちょっとずつ、まあ、いわゆるバイブみたいなものだと思うんだけど、それ入れていって痛いんだよーって言ってたからさ、俺さ、あれみたいなもんだろうって言って、俺がよく使ってるアナルパールみたいなもんだろうって言って、ちっちゃいアナルから大きいアナルにやっていくとき、なんか痛いけどちょっと気持ちいいもんだったら、うん、よくわかるね。気持ちわかった俺。女性器を作った人の気持ちがわかった。パールの勇気を出せば出すほど痛いけどっていう。ごめんごめん。ちょっと話がそれました。それは、すげえそれ方したわ。はい、何アナルパールって。いや、はい、ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。またこいつか、おい。どうしておじさんは目が死んでるの？それは地獄を見てきたからだよ。どうしておじさんは余白が多いの？それはただのブスだからだよ。どうして女装で興奮するの？それは性犯罪者予備軍だからだよ。どうしてアナルみたいな顔なの？それはもちろん有吉だからだよ。有吉は汚いアナルだ。アナルがぺちゃくちゃ喋ってら。喋る言葉はうんこのようだ。ズル向けアナルの顔まんじゅうさ。アナルに爆弾入れてコッパみじになってな。よう、アナル、アナル、アナル、お前ら、アナル好きだな、おい。ああどんなアナルしてんだ、お前ら。聞かせろ、お前、平子。どんなアナルしてんだ、お前。僕のアナルは、
あは耳かっぽじってよく聞け。俺のアナルはまだまだまっさら、何も書かれてないカンバスの要素。お前のような小汚いアナルとはわけが違えんだ。いいか、道端に死んでるモグラの死体をよく見てみな。有吉、お前もいつかアナル。いや。クソの出し入ればっかりしやがってよ。あ？クソ出してるだけか、お前のアナルは。役立たずのアナルだな、おい。よいよいよいよ。新妻かましてやりな。いや、お前のアナルよりは全然いいぜ。俺のアナルの方が綺麗。お前汚い。俺のアナルいい匂い。お前のアナル臭い。絶対俺のアナルに勝るものはなし。アナルいい匂いするのはな、そういう職業の女だけだ、バカ。いや。そういう職業。ちょっとアナルよ、アナル麻痺させる塗り薬塗ってな、それと共にな、うん、ちょっといい香りのオイルみたいなの塗ってるからな。薬なんか塗らなくても、俺の。俺の人は、そういう匂いがするときあるけどな、うん、普通の男も女もな、アナルっていうのは臭いもんだよ。上のアナルから喋んな、せめて下のアナルで喋ってみろ。よ、雄弁なアナルだ。おい、俺のな、上のアナルはな、クソ出し入れしてる。ラップどこ行ったんだよ、ラップ。Stay Night Dreamer.Live on air. さあ、有吉弘行サンデーナイトカットということでね、2時間お送りいたしましたけども、一瞬忘れちゃう。一回忘れるんだよな。最初のね、それ行きカープ歌ったのがピークだったような感じでした。これもう自分でね、役目を終えたな、みたいなところが。力こもってましたからね。ラジオネーム、ドスコイパンダ、FM 三重。おい、平子、はい。福島県民ならな、草野球チームの X ユナイテッド応援しろ。郡山野球連盟会長杯を3連覇したことになった。ごめんなさい、勉強不足でした。すいません。いいんだよ、こんなもん。なんだっけ、何言おうとしたんだっけかな。もう終わりなんだっけ。いやいや、もう終わりですよ。あ、誰にあげようかな、メールは。なんか面白いのあった。あ、もう面白いのいっぱいあったけど、まあ、パンの中からサム・スミスってやっぱ面白いですよ。サム・スミスはな、毎回よく面白いんだけど、ね、今日たまにはこんなダイオナーからもあげようか。いいあるある、新しいあるあるだったから。ラジオのキャンキャンさんですかね。おしゃれなトイレ、おしゃれなトイレって大体チンコ丸見えなんだよ。この人あげとこうかね。じゃあこの人に童貞セットあげておきましょう。あなたたちの童貞臭を消す消臭剤とかね。おめでとうございます。はい、ということで、まあ、キングオブコントの決勝ですね。は10月2日ですからね。タイムマシン3号とライス。いやライス喜んでた組じゃないですよ。これは行くんだっけ。いや行かないです。もう行かなくていいのか。もう諸先輩方の審査。そうかそうか、初日の審査なんで。そうだね、はい、あとはもうじゃあお客さんだけ。はい、はい、そうですか。なるほどなるほど。あとはなんかじゃあもうないのか、年末に向けて。 M1 か。 M1 です。 M1 まだでも1回戦が本当始まってるぐらいなんで、はい、我々も出ました。結構長いんでね。あ、はい、そうか。いつだ、あれは。あれ年末か。年末ですね。じゃあまあそれに向けてちょっとまた頑張ってもらっていろと。はい、太田でもね、いろいろ出てると思うんで。うん、はい、お楽しみ。だってやっぱりリスナーもやっぱり頑張ってほしいって思ってんのよ。はい、本当ですか。本当よ。だって出てくれなきゃやっぱりちょっと話にならないんだから、うん、まあそうですかね。出たかったな。出て恥かくのが一番悪いんだから俺ら。そうですよね。ホクホクした顔で。いや、そこでやっぱ応援の電話もしたいしさ。ね、顔面蒼白になる本番もね。ね、楽しいんでしょうね。あ、野球もでもまだまだちょっとね、うん、セパ、はい、まだまだ試合がありますので、うん、盛り上がっていくと思いますので、はい、しつつということで、キングオブコントも注目、うん、はい、あとはちょっとタイムマシンどうだ、お前らの予想では。まあ、ネタはね、うん、そんなに大滑りってことはないかもしれないですけど、うん、その後のダウンタウンさんとの絡みとかは心配ですね、やっぱりね。余計な心配しなくていいですから。まあでもまあ実力的にはまあまあね、うん、みんなできますから、はい、楽しみでございます、うんうんうん、楽しみだな。ということでカープ優勝の余韻私一人で持ってます。お相手有吉弘行とアルコ&ピース平子と飛ぶ戸新妻でした。また来週。